ゆうじです。健太です。ということで1月1日から、はい、ドライ感じ YouTube にて本格始動します。皆さんね、チャンネル登録、はい、よろしくお願いします。いいねボタンも忘れないでください。せーの、ドライドライビー。はい、始まりました。はい、始まりました。ボリューム4、はい、ということで、はい、はい、今回はもうユージさんが前回バラしちゃったんで、コロナ禍終わった後ですね、コロナ自粛が何をしたいか、今度はジムに行きたい。はい。もうちょっとある、もうちょっとあるでしょ。知ってたとはいえ。リアクションね。ジムに行きたい。わかるわかる。行きたいよね。行きたいでしょ。うん。めちゃくちゃ行きたいよ。まあユージさんが俺の中ではそのジムへの、はい、まあ、筋肉筋トレへの愛が薄れてるなってちょっと思った。それは間違いないよ。ああ、のそれをねさらにこう思い出すような動画をちゃんと作ってきてるんで。はいはい、動画をそれをね見てください。まずあの頃の俺を思い出してください。じゃあどうぞ見てください。いきまーす。はい、見ます。来ましたね。懐かしいですね。来てます。懐かしいですよ。最初のユージさんめっちゃ細いっすからね。めちゃくちゃ細いね、うん、いやー懐かしいけど、うわなんだっけこれ。ゲットリフトですよ。あ、そう、ゲットリフト。やばいやばい、うーわ懐かしい。でしょ、めっちゃ撮ってるよ、ほんとに。いや、まだだね。あ、でも、ちょっとずつ変わってきたね、やっぱ。そう、あの、肩がね、いい感じになってくるんですよ。肩が膨らんできたね。うん。いや、すげえな。よくやってんな、こんなに。めちゃめちゃ、チンニングですよ、チンニング。これ、ロスでのチンニングですよ。厳正嫌いだったな。はい。お、お、出来上がってきたね。出来上がってる。だってタンクトップしか着なくなってきたもん。そう。おお。やばいです。どんどん出来上がってくるんですよ。めちゃくちゃいい感じ。あ、もうすごい。太っ。すごい。おお。思い出してくださいよ、ゆずさん。仕上がってるね。ほら、撮影中もやってましたから、ゆずさん。やってたね、これ。うん。うわ、すごい、まだ、まだやってる。その最後、仕上げに入ってる。はい、仕上げのやつですよ。うわ、破れない。破れないよ。ダメだな。おー。ほら。いい動画。いい動画でしょ、これ。いい動画、はい、俺らの、うん、半年間。そうです、半年間です。約半年間がギュッとこう押し込まれてる。そう、集約したものですよ、これ。めちゃめちゃいい動画じゃないですか、はい、思い出しました。もう考えられない、今じゃ。めちゃくちゃやってたんすよ、あの頃。めちゃくちゃやってたね。そうなんですよ。いやでもこれにはもう理由があって、誰が悪いかって言ったら健太とタスクさんが悪いんだよ。え、そうなの。いや、そうなんですよ。俺が筋トレやらなくなった理由。なんすか。二人がさ、うちの近くから引っ越したじゃん。はい、引っ越しました、ね、だからみんなうちの近くのさ、もともと二人も近かった、はい、そのジムにさ、うん、はい、来れなくなったじゃん。はい、そうですね。だからだよ。だから理由が小学生。いや、まあ確かにあの3人ともあのジムが別々になっちゃったんですよね。そう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 、うん、だから、はい、あの前はね本当にいい感じにみんなの家の間に、うん、そう間にあったんだよね。あったからすごい集まりやすかったし、うん、で、はい、基本的にまあ俺らその仕事のスケジュールも一緒だったから、ね、そうですね。まあタスクさんたまにやっぱ来れないとかあったけど、でもまあ俺と K って基本一緒だったじゃん。そうだね、スケジュールは。だからこう時間を合わせて毎日のようにやれたけど、はい、もうなんか今
来ないでしょ、うちの近くのジムまで。来ない、行かない。全然行ってないあそこ。でしょ、でしょ、うん、すごい、家の近くのジムにずっと行ってたからね、やっぱ引っ越してからは。でしょ、それやらないわ、筋トレ。やろうよ。いやいや、前回話してたあのサーフィンにも、うん、あの、うん、繋がりますからね、筋トレは。ちゃんと。お、あのマネージャーがまた集合しますかっつって送ってきたけど、あのうちの近くのジムだったらいいよ。遠くは嫌だな。まあまあまあ、でもね、まあ遠いっつってもそんなね、俺はね遠くないからね。でしょ、い、そう、行けるんですけど、タスクさんが来れないかもしれないね、ちょっと遠くなっちゃった。結構ね、遠くなっちゃったからね。しかもやっぱさ、この時ってさ、うん、この目的があったのが良かったよね、また。あ、あったね、ジャストライクディスで脱ぐっていうね。そう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 、ね、異様なほどやってたからね。いや、あれ、まあ、あそこまではもうやらないにしても。いや、ケンタは今どれぐらいのこのモチベーション、筋トレに対して。お、週2ぐらい。でも週2、そう、今家でもやってて。家でやってんの？なんかね、うん、やってるやってる。おお、なんかね、モチベーション動向っていうかね、習慣になった感じ。ああ、一応鍛えるのか。そう、なんか体動かしてないとちょっと気持ち悪くなるっていう。まあ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 、それはわかるけど、うん、になってて。で、ずっとあんなさ、ゴリッゴリに絞るみたいなところまでのモチベーションは全然ないんだけど。はい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 、まあね、まあね、うん、だからなんかこう、体重の増減でいうとなんか6キロぐらいを行き来してる感じだね、イメージ。行き来してんだ、それで。6キロ上げて、また絞ってっていうのを繰り返してる感じ。そうそう、なんで、あの、やろうぜって言われたら、うん、全然こうスイッチは入れれるような状態には。それぐらい一応キープはしてんだ。うん、キープはしてる。なるほどね。モチベーション的にも全然モチベーションねえじゃん。俺は、俺、いや、まあまあまあ、うん、最初ぐらいにユージ戻ってるかもしれない、絶対。いや、本当に本当に、いや、もう、うん、この時より細いかも、今。あ、マジで。今はかなり人生の中でも細い。うわ、そうなんだ、そんなに痩せちゃったんだ。そう、そう、俺にとってこの細いっていうのは良くない方だからね。そうだね、ユージはすごいコンプレックスに思ってる方だもんね。そうそう、ガリガリになってっちゃうから。だから、なんだろう、でもこういうの見たり、うん、あとたまに何かでさ、それこそ Just Like This、 あれ何年だっけ、2010、2年前、7だよね、7かな、確か、うん、ね、とかのさ、こう映像だったり写真見たりするとさ、うん、ちょっと、うん、なんかかっこいいじゃん、うん、そう、かっこいいんだよね、やっぱ。俺、やっぱね、俺なんか3人いる、タスクさん含め、うん、ケンタと俺とタスクさん、なんか輝いてるよね、うん、輝いてる。その男目線で見てちょっとかっこいいよね。うん、なんかね、なんか 尖、 っ、うん、尖ってるんだよ、なんか雰囲気が。そう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 、何かを突き詰めてる感じというか。そう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 、ストイックな感じが出てるから、うん、音楽じゃねんかいっていう話なんだよ。間違いね、音楽に二の次だったからな、あの時。うん、そう、ほんとね、あれはすごかった。あれはすごい。でも、まあ、うん、まあまあ、それはね、ケンタがやりたいことだから、やってきてくださいよ。うわ、じゃあやろうよ。トレーニングもいいですよって言われたら、うん、俺がちゃんと、うん、るんで。言わないで。あ、そうか。今のは P だけど。そう、行くんで。行きますか、行きますか、行くんで。オッケー、はい、少なくとも2週間に1回は行く。それ